どうも、ケソシャンネリングのケソだ。今日はな、みんなにとあるブツを紹介したくてこの動画を回したんだ。どういうブツが来たかって、それを今から説明する。待ってな。これだ。何が入っていると思う？俺も全くわからない。ということで、この謎の箱を開けていきたいと思う。サングラスがめちゃくちゃ曇るし、話すたびに下に下がってきて邪魔になる。だけど外したくはない。ハサミないんで、ちょっとこの本立てるやつで開けます。ちなみに僕の顔は見たい方は別のチャンネルを探してみてね。実写の動画上げてるチャンネルあるんで。これよ、これ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 届いたよ。もう入団会見の時の画策ね。これフーチのユニフォーム届きました。イエーイ。値段いくらだっけ？さっきの伝票書いてあったよね。多分お値段が税込みで16,040円。まあ、トスってさ、財政面的に結構カツカツなクラブじゃないですか。なんで、まあ、そういうところをね、少しでも支えられればなって買ったんですけど、まあ、ゆくゆくはね、僕の動画でお金もらえるようになったら、こういうユニフォームのプレゼント企画とかやりたいですし、できるだけ多くのね、お金をトスに使って、まあ、1シーズンごとにね、活躍した選手が、他のね、クラブの方に引き抜かれちゃうっていうのを見るのは、ちょっと辛いところもあるので、そういう選手がね、残留できるように少しでも金銭面でサポートできてららららって思うんで、まずは僕のね、チャンネルでお金ガッポガッポ稼げるようにして、トスを縁の下の力持ちではないですけど支えられるように頑張っていきたいなと思います。今回のこれはその第一歩ということで、もしチャンネル登録者まず今年中に1000人いったら、またユニフォームプレゼント企画やっていきたいなと思うんで、僕も動画頑張って出しますし、皆さんの方も応援お願いいたします。ということで、皆さん、ちなみにユニフォーム買った方、誰の買ったか教えていただけると幸いです。それじゃあ、バイバイ。